はいはい、だあれだ、うん、お楽しみのね、とうよね。俺は滅ぼしたから結構仲間になる派なのね。ああ、でピエトロさん強いやつは仲間になんない派だ、提督の俺がね、提督の提督はやっぱそれはないんだよ、うん、なんないよ。じゃあもう早速やってみましょうか、うん、じゃあ御用って言ったらもう孔明先生、孔明先生はまず、うん、まあこいつはなんないよ、こいつはなんない、うん、なんない、うん、あ本当だ、うん、国がなくなったのに、まだまだ名声が足りないのかな、足んない、いろんな数値が足んない。じゃあもう捕虜だな。御用が仲間になんないとなるとな、龍斗、うん、もなんねえし、もちろん、もちろんそれはそれはなんないよ。でもまだ他にね10人ぐらいいたからね、うん、ここだからしょぼいの、こいつは仲間になるあの数値見なくても分かる、分かるな、顔で分かる、顔の作りがね。これだって俺にやらせたもん、このドット絵生まれ変わるぞって、うん、もう新規言ってんですよ。ああ、いろんなところで生まれ変わってんだよこいつは何なんだよこいつは。ああ、これ4回目5回目、3、4回目。ああ、これ斜め上見てるじゃんこいつ見てる、あのあれじゃない、でもこいつ斜め上ってなんかあの なんて嘘ついてるみたいないや、あのほら心理的に地止めじゃねえや、なんだっけ、あの三白眼、可愛い女の子がやる目つきだねこれにらみつけてるだけでしょなんで笑い者なんだよな、うん、同じ盗賊仲間じゃねえか、うん、まあじゃあこっちはもういいの、もう処刑でもいいよ俺、こういうなんつうの、まあ、な確かにそのこれでさ高級とかに攻め込まれてさ、うん、奪われるとかさ、でももう助けに来るやついないからさ、うん、あのどんどん名声を上げていつか仲間になるようにさ、あれだね、利益だね、利益を、うん、僕だったらもうほんと殺しますけどね。このこいつもなんか一時期仲間じゃなかったこいつ一回さ、うん、こいつ多分仲間になるからさ、スタートボタン押してもらっていいですか。だって色男だ、色男、あやったお、これあれだよね、男、あの女が仲間になるってやつよね、うん、やったじゃん。でもこいつ太いよ首許してくださいよ、うん、首太いのは許してください、うん、今日から我々は仲間ですからな首太いけどな、首鍛えてんだ、首鍛えてんだ、これさ、お父さん、お兄ちゃんいるのにな、お兄ちゃんいるから多分仲間になってくれんじゃない、うん、やったー、うん、でもまあ麦わら帽子だけど、うん、一応じゃあスタート死んどくの孫権、孫権がさ、陸孫だよ、陸孫がさ惜しいけど、うん、陸権だ、うん、あ、こいつも芸人、盛り場が得意、うん、まあでもそんぐらいか、うん、まあ、あ、でもあんまり投与しててもあれなのか、まあでも10円とかだから、うん、人いた方がいいでしょ、全然いい、じゃあこいつも仲間になるからスタートか、うん、村人レベル1。あれこいつさ、何とうとうさ、とうちょ、いや畑教えてくれんじゃん。あそうだ、村人だ、お前謝れよ今、村人謝れよ謝れよお前、いや村人じゃねえじゃん普通、農民じゃん、うん、だって村人だって、村人っつったらみんな村人だからね、うん、ほらほら、わかるよ言ってることは、うん、でもさ農民じゃん、喉から手が出るほど欲しかったよ田畑、お無念極まりない、
お、村人、うん、だから村人がさ、うん、ここに集まりすぎてんの。しかも村人レベル1だからさ、候補炭すん、候補髄、あ、すげえ、知力86もある。ただ他何にもできねえよ。医者だ、やった。ああ、なんかなんかできるよな多分、うん、医者、あのこれすごいんじゃない。いや、村人のやつの方がすごい。あ、ダメだクソ虫が、クソ虫って言ったから言いましたね自分の。頼むぜ竜頭、うん、こいつはなるよ。頼むぜ、やったで宴会だけしようとりあえず、うん、そうだね、まずはね、うん、こいつ今の棟梁でしょ、高尊賞。あ、こいつ呪術使えんじゃない。お、同志来た、同志とうとう。俺呪符使ってみたいや、うん、生意気こかれましたよ。他にいるんか。 あ、でもこれで 1,2,3,4,5,6,7 に長くなって、これいいえっていうのもあるんだ。あれじゃん、強盗だけして帰るパターンのやつ。ああ、でさ、もう俺はもうここで方針として、はい、ここを拠点にしたい。ああ、いいっすね。やっぱこの水に囲まれてるっていう大事ですね。だからさ、なんつうの、他のところから奪われてもここだけは死守すると、うん、ね、そういう感じで、うん、じゃあ統治してください。あとはもう皇宮に奪われる前にさ、そうだね、速やかに整えたいですよね。まずセーブか。ここでセーブして平気か。いや、するでしょでもセーブしましょうか、うん、一段落ついたから。やり直すことも無理でしょ、だって。やり直さない、やり直しなんて禁止だよ、うん、いや、ここの成分のところからやり直してもいいじゃん。ダメだ、ダメだよ、成分だって今までやってないんだからさ。そのピンチになっても続けるっていうところがやっぱミソだからで、カットするよ。でもここは、あ、いや、こことりあえずさ、ちょっと待ってくれよ。はい、あの全部話をまとめないといけないからさ。どうすかね。あ、じゃあ裏整えやりますか。じゃあこれから裏ってね、うん、ちょっと移動と、まあ、あと指示だけね、うん、整えて、そうで、梁山泊をあのとにかく主軸に、梁山泊を主軸に考えていくと、考えていくと。ああ、じゃあそれはまた次回、うん、次回。